こんばんは。かわいいおニューリップこんばんは。猫ちゃんの。こんばんは。ゼロさんクッキーありがとう。羽根山さんチョコありがとう。カオくんチョコありがとう。エドさんチョコありがとう。かみどりさんクッキーありがとう。タラムさんクッキーありがとう。ドラガンさんクッキーありがとう。フェさん星ありがとう。とトシさん猫ちゃんありがとう。タカキさんハートのクッキーありがとう。タラムさんハートありがとう。ドンちゃんチョコありがとう。ヒロピーさんクッキーありがとう。レッドさんチョコありがとう。おぼろしさんライフありがとう。百之助さんチョコありがとう。さちかちゃんクッキーありがとう。ピャノンピーさんクッキーありがとう。たかきさんチョコありがとう。あざいさんクッキーありがとう。ディナッツさんクッキーありがとう。お兄ちゃんチョコありがとう。ピャノマッピーさんクッキーありがとう。りなちゃんチョコありがとう。ひんやさんクッキーありがとう。にゃんさんチョコありがとう。ぽーちゃんクッキーありがとう。おーねんちゃんさんクッキーありがとう。そう今日はフォンダンショコラ作ってきました。おニューだよ。リップモンスターのテイトの13番。ブルベ系のリップ買ったよ。そう、ももちゃんの。でも聞いて今日ね、聞いてほしい。ももさ、フォンダンショコラさ、フォンダンショコラさ必死に飾り付けしすぎてさ、めっちゃ作るの遅くなって、もう本当にめっちゃもうスタッフさんからの圧を受けて、もう食べてくださいって言われて、うわーってなりながら急いで作って、そしたらファンのみんな食べる時間5分しかなかった。ごめん。本当にね、急いで食べてもらって本当にごめんなさいなんですけど、そう、みんなみんなをこうもうなんか味わう時間もないくらいはーって食べさせてしまって、ごめんなさいってなった。ごめんなさい。いやでもね、本当にね、いっぱいやりなんかしたかったの。もう飾り付けをいっぱいしようって思うじゃん。そしたらちょっと時間がかかってしまって、そう、ずっと作る時間でもね、イベントが1時間なので結構急いで作らんといけんかったんやけど、私はもう時間を気にしなくさすぎて、気持ちはちゃんとめっちゃこもってる。気持ちはこもってるんです。でなんかそんなおしゃれな感じにはできてないけど、桃らしい感じで作りました。今日はそうジュワーってなっちゃう。そうでも最後なんかチョコペンが寒くてすぐ固まるから、めっちゃ変なラブみたいな字が全然うまく書けてなくて、そう本当はね、もっとうまく作りたかったのに、ちょっとなんかそう、そうそう、他のみんなも結構急いでたけど早いグループもあった。ココアさんとかめっちゃ早かったイメージある。そう一番かわいかった。本当に
でも本当になんか他のメンバーのツイート見たらめっちゃおしゃれに作ってて、どうやったらこんなおしゃれになるんやろうって後で思ったけど、まあ、でも桃らしさで言ったらね、桃らしいものができたのかもって思いました。焦らされるとつれ、そうもうね、焦らせないでよって思った、もう本当にもうってちょっと待ってって言いそうだと思うか、もうかマイペースだからすごい。あとそう、でもなんかね、桃マーク作れたりしてよかったです。なんかその楽しかったからみんなでやりたいって思った。本当に待ってもらえば違うのよ、もうかもちょっと時間遅れても許してもらえるかなって思ってのんびりやってたんだけど、すんごい熱、もうはいもう締め、はいもう締め言ってください、もうもう締めです見て、めっちゃマネージャーさんじゃないわ、スタッフさんが横で、モモの横ではいもう締めなんで、もうって言われて待ってってなりました。本当にもう待ってくださいって思って、ずっとそう、すごい圧がすごかったまあ多分次のグループの子たちもいたからね、多分時間厳守なんだろうね、全員分あるから。そう美味しかったよ、私フォンダンショコラはうまく作れたと思う。愛してる、ありがとうございます。もう家でも、もう家でもでも作れると思う。あ、食べた全部全部食べちゃった、作ったやつ持って帰ったんですけど食べて、でも今日は私が昨日の夜中作ったチョコレートをね、まあ、まだバレンタインじゃないけどちょっとこのチョコをみんなに見せてようと思って、うん、でもそんな上手じゃないからね、本当に本当に本当に上手じゃないんだけどえ、ちょチョコペン使うの下手くそなんかな、まあ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 、とかチョコペンのチョコレート、しかもこれねめっちゃ今固くなってる、もうめっちゃ固まってる。ハートニコちゃんマークニコちゃんマーク青い、でも青のこのあれしかなかったの、ピンクのこのやつがな売ってなくて、そう全部ねもうストロベリーです。このニコちゃんとかうまくできたかも、ニコちゃん。可愛くできてる？よかった。うまくできてる？絵まぐりね、なかったよ、水色しか。もうね、多分ね、誰かもう買っちゃってるんだよ。だからなかった、あんまり。そう。ニコちゃんがいいよ、ちょっと待って、バレンタイン作るね。そう前髪、そうそう前髪ね、今日いい感じ。ニコちゃんはこれか、ニコちゃん、チーカーみたいな猫ちゃんはカル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 
かなだけどボス。でもさ、なんかさ、そんなにさ大きいものじゃなかったらみんなにプレゼントできるよね。食べ物系はどうなんかな。今日の髪型ぴょこん、かわいい。つむじ見えてた。キュン、じゃーん、メルカリで出したやばい届くからにはだってびっくり。かわいいでしょ。口出しちょっとね、あのね、ペンがね細く出なかったの。だから唇分厚めのニコちゃんマーク。桃味、いちご桃味のチョコ売ってないよ、なかなか。5分で食べてやばいやん、もうか。これは5分で食べるの。いただきます。もうこんな時間にチョコ食べる。うんふんうんふんふんうんふんふんそう。目はね、サクサクしてる。目っていうか、青いとこか。おいしい。でも飲み込めなかったな。おいしい、めっちゃ。何個作ったっけね、15個ぐらい作った。湯煎したよ。1枚の、いや3枚のチョコとも溶かしてる。結構使った。そう、4枚買ってきたんだけど、そんなに食べないかなと思って。そう、こんばんは。エプロンはね、用意されてたよ。モカガミさんの、モカガミさんのクバダには足りないかも、15個。みんなにプレゼントする機会がと、もう一気にいっぱい作る。いぶらせかった、よかった、ありがとう、嬉しい。こんばんは。プロの姿に似ててめっちゃ、嬉しい、ありがとう。わあ、
がとう。ダツさん、スキクマちゃんタワーありがとう。ありがとう、ピコンダ。ありがとう、クマ。クマ。これでクマ、愛送りとく。ありがとう。ちょっとこれでクマできんのかな。ひみこ様にしか見えない。クマ。ありがとう、クマ。ああ、ただ固定なとこも変えなきゃね。ありがとう、教えてくれて。クマ、キュマ、僕はキュマ、キュマ、キュマ、キュマ。わーちゃんが教えて、今日で2年で、おー、ありがとう、2年ありがとう、嬉しい。本当にね、もうみんなとイベントいっぱいしたいって、本当に今日もとっても思った。イベントしながら本当にいっぱいなんかしたいし、ファンミーティングねだってるからね、頑張ってねだってるからね。今ありますかって聞いて、お願いします、やりたいですって、ファンのみんなもやりたいって言ってくれましたって言ったから、私の希望が通ればできるはず、言ったから。もう一回言ったよ。ね、確かに2回とかね。うん。お、あと11万ポイントくらいか。バレンタイン。言ってくれてありがとう。言うよって言ったい。近づいた、うん、近づいた、頑張る。おねだりももちゃん今知ってるから、みんなと会いたいから。平日でもなんとかする、 なるべくでも土日がいいよね。でも土日ってさ、お話し会とかが多いからさね、あれなのかな。でもなるべく土日の方がいいよね。普通に前回金曜日だったから、多分みんなにお休みを取ってもらって来てもらってると思うけん。そう、あ、そっか、3月お話し会、2月がの方がお話し会多いんやっけ。そっか、こんばんは。遠征組か、確かにね。でもみんな住んでるとこさ、やっぱ違うからね、それぞれになっちゃうもんね。3月4月休んでも大丈夫なのに毎日仕事してこと、いつ休んでもいいのに、ありがとう。ファミリーしたいこと、なんかな、なんかさ、思ったん、今日みたいなさやつもすごい楽しかったからやれたらいいけど、
どういうことまで、どういう範囲までできるかわからないから、わかんないけど、みんなで盛り上がることがしたい。なんか何か楽しいことがしたいなって。思ってる。次何作ろうかな、できたら。迷うな。何しようかな。ファミもう一回できて、なんか今ねだってて。でも絶対できるとは言われてないからわかんないけど、私が頑張ってねだって今ねだってるっていう話をしてる、言ってるっていう伝えて、あ、ビンゴ大会いいね、楽しい、それは楽しい、何かねみんなでしたいなって思ってるんよ。そうなんよね、マネージャーさんと、できる、開催できるってなったらマネージャーさんと話して決めていこうって思うんだけど、もうとにかく開催されることをまずね、私はとにかく願っています。お願いしますって。会える機会がね、会えますようにと思って頑張ります。こんばんは。でも多分予定さえ、予定っていうかなんか会えばできそうな感じではあったけど、絶対できないみたいな感じじゃなかったから、そうきっと。四国での仕事ね、したいね、コーチもね、やっぱそう可能性はある。うん、まだ全然何も決まってはないからできるとは言えないけど、でもなんかもう難しい、めっちゃ絶対ないってことは絶対ないから、きっとできるはず。話す時間限界まで、してありがとう、嬉しい、本当にありがとう。コーチバスツアー、やりたいね。絶対楽しいやん。だってカツオのたたき食べたい。笑い体験したいよね、わかる、なんかもしたい。
食べたいよね、楽しいもん、めっちゃ。しかも結構たくさんの量作れるからね。そう、前家族で行った時は結構もうお腹がいっぱいになって、あ、もうめっちゃあると思って、量がありすぎてもうお腹満腹になったよ、前行った時は。めっちゃウツボ、ウツボってどってさばくんだろう。ウツボでも教えてもらったらできるんかね、難しいかな。でも最近もう私魚をさばく動画をね見てるんですよ。結構あ、高知行った時わら焼き体験した？いや本当にね楽しいし美味しいよね。私もでも1回しかやったことないから、卵かけご飯でも嬉しい。卵かけご飯私作るのうまいよ。ツボ骨が多い。じゃあちょっと大変なんかな、難しいんかな。あーそうそう、 2.5kg って言っちゃった、コキセイちゃんが噛んでしまいました、ごめんなさい。ねえ1万人達成したんだよね、おめでとうだよ、本当におめでとう、おめでとうだよ、パチパチだよ、本当によく頑張ったねって、会ったら会った時に言いたい、よく頑張ったよって長い時間すごい頑張ったねって思う、おめでとう。でも早いよね、すごい早い早い、すごいと思った。いつから昇格なんだね、まだ1ヶ月あるけん、そうめっちゃ早い、すごいと思った、すごい。音楽祭したり配信のやつ頑張ったり全部ねいっぱいしてたから、そう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 、よかったよ。すごい子たちだから本当に嬉しい、頑張ってね、頑張ってたからね。そうだね、 お出かけの時ね、お祝いもしたいそう、連絡先を交換できるようになるそう、なんとね連絡先を、よかったね。私も昇格した時すごく嬉しかったからさ、うん、今 2.5 キちゃんたちもすごい嬉しいだろうなって。 2.5 キちゃんなんだよね、 2.5 キ研究生ちゃんじゃなくて 2.5 キちゃんすごい、いつからなんだろう。髪とかさ巻けるようになるやん、かわいい絶対かわいい絶対、いろんな髪できるようになって楽しい、絶対楽しいから。ドッキリのやつ、そうだよ、2期生の時本当に怖かったよ、桃香は完全に騙されてた人だからねそう、連絡先交換、めっちゃしたい交換。もーちゃん昇格した時連絡先先輩に教えた、なんか教えたっていうか、その何だったかな、先輩方が追加してくれたりしたからすごい嬉しかった。もーちゃんの驚きでめっちゃ映ってたよね、あの時はっみたいな、みたいな顔がめっちゃ映ってたんよ私の。よかった、でも昇格できて本当に。よかったよ、よかったよかった。ね、お出かけで、そうなん、今ね私がね研究生ちゃんと連絡するときどうやってるか言ったことあるっけ、言ってるって、いや言ってない、いや言ってるかもしれないけど、マネージャーさん、自分の担当マネージャーさんに
自分送りたい文章を送って言ったかもしれないね、言ったかも、送ってそう、これ誰々ちゃんにお願いしますってポチって押して、そんで向こうに届いて、また向こうもマネージャーさんに送って、私のところにまたマネージャーさんから来てみたいな。本当にね大変なの、あのやり取りが。本当にもう言ったよね、ごめんね、言った言った。だから本当に本当にね連絡先交換したい。もう大変だから、もう話したいし、めっちゃ内容見られてほしい。まあ遊び約束とかの内容だから全然いいんだけど。そう、めっちゃ遊ぶ約束見られてるみたいな。そう、でもさ難しい、何時にするって聞いた時にさ、何時にしようか、あーでもこうだよね、ああだよね、こうだよねって話して、じゃあ何時にしようってなるじゃん。でもマネージャーさんを経由することによってもうすぐ決めなきゃいけないかな、そうすぐ決めなきゃいけないから難しいのよ、相談ができないの、その時間の。だから私はマネージャーさんさっさと決めて、いや本当よ、絶対大変だからね、マネージャーさんも。だからももはもう本当にそう時間大丈夫間に合う、そうだから私でもそのももは今先輩側だから、研究生ちゃんと話すときは、だから私が結構ここどうとかもうなんとなく決めて、どこがいいって聞くようにしようと思って、じゃないと一生決まんないと思うし、でも研究生ちゃんたちは絶対に合わせてっていうか、多分気を使っちゃって、あどこでもどこでもって多分なっちゃうと思うから、全然そうだから何個か考えてきて、その子の好きなものとかをプロフィールで調べて。そうそう、だからそうなの、そう自分たちからなかなかね言いづらい、私もそうだから、やっぱり先輩方とかと行くときは緊張しちゃって、あでもってなっちゃうから、そう時間でもまだ時間が決まってないから決めよう、片思いの彼女か。いやいや、せっかく行くんだったらちゃんとね、もう楽しませたいですからね、私も。そうですよ、もちろんちゃんと、5時多いのちゃんと大丈夫だよ。ちゃんと大丈夫だよ。マネージャーさん経由して5時、多分大丈夫、5時を直して送信してる、大丈夫だよ、絶対ちゃんと大丈夫だよ、もうか、またごじってる？嘘、絶対ごじってない。
ありがとうありがとう、コウジさん。ポイント達成できますように、少しの力になる。ありがとう。ありがとう。聞こんだ、ありがとう。嬉しい。ありがとう。おかしい。俺は2枚目の仕込んだ。じゃあ次の配信の時に書く。ありがとう。いっぱい書くから待ってて。ありがとう。私のわがままなのに本当にありがとう。ありがとうね。お菓子が近づいてなんか届いたらなんか食べたい。ここでみんななんとかして。ありがとう。みんなももちゃんにお菓子を食べてほしい。誰だけ甘やかしてくれとる。ありがとう。お菓子を食べてほしいなんて。ありがとう。お菓子にはどうしてもありがとう。ありがとう。あ、配信でよく食べるの。本当や、食べとるよく。ありがとう。頑張る。今日お返しするから本当ありがとう。じゃーん、たつさん、すきくまタワーありがとう。今日も会いに来てくれて嬉しかったよ。たくさん話しかけてくれてありがとう。またいっぱい話そうね。お話しかいっぱいね、撮ってくれてありがとう。いっぱい待ってる。あ、言うか、あ、言わん方がよかった？ごめんね。ありがとう。ありがとう。クマ。キマキマ。ハートのプレー、そう。2月のバレンタインをイメージして。まです。あー、今日のお返しってことです。ありがとう。ありがとう、お返し。ありがとう。取れたかね。ありがとうね。ありがとう。撮ったよ、よかった。ありがとうございます、本当に。クマと猫の絵、今までめっちゃ描いてるからじゃない。今までさ、猫と桃も上手でしょ。でももう
桃もめっちゃ書いてるし、いや本当にね、いつか本当に私の料理をみんなに振る舞いたい、本当に振る舞いたい。耳赤くない？嘘、寒い？まさかの耳赤い？寒いんかな。寒いってほんとだ、なんかピンク、耳がピンク耳が桃色になった、桃色になった。あ、いつも赤い。じゃあ私そういう耳してるのかもしれない。なんかちょっとだけ程よいピンクが私の耳の色なのかもしれない。桃ちゃん大賞、確かにね、桃ちゃん大賞やりたいわ。恥ずかしいことだよ。多分いつも赤いあ、ピーマンの肉詰め美味しく作れるかな。なんでだろう。あ、でも待って、このパネルのもも耳赤い、見て。やっぱじゃあこれいつも赤いんだもん。モカの耳ピンクになってる。私のチャームポイントなんや自分でも知らんのにファンのみんなの方が知ってるっていうことがあるんだね。ほんとだ、耳がピンクになってる全部、すごい。そう、自分のこと把握してなかった。なんか言われて初めて気づいたよね。あ、ほんとだ、なんか耳がピンクや今気づいたそう、いつもだね。でもあんまり顔がね赤くならない人なんや。でも耳はなんかもうずっとピンク。ほんとだ、ちょっと初めて気づいた自分のことだった今日。鏡がね、見ようと思った。チャームポイント、でもともと耳はめっちゃお猿さんみたいに大きいから耳もチャームポイントだよ。そう、耳がなんかこうなってるらしい。なんか結構前から見ても耳が結構見えるような形がらしくて、それをママが褒めてくれたことがあるのね。耳がさこう見えてるのいいねって言ってくれて、だから大きい耳に気に入ってる。そう、観客的に見られるからこそ、だからこそ確かにね、なんか自分のこと気づいてないことも多そう。顔小さいから全然そんなことないよ。客観的、ちょっと間違えた今、客観的だった間違えちゃった。耳がピンクなのと大きい、耳がピンクなのと大きいのと輪郭と鼻のお鼻と二重幅がチャームポイントだいっぱいあったいっぱいあった、ありがとう。そう、でももさ、そうあんまり似てる人が分からなくてなんかね、本当にね、誰に似てるのかわからないのよね最近私。顔小さくて全然そんなことないよ本当に。元巻き失敗したリアンちゃんの巻き寿司を見た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 。教えたいよ可愛かったの投稿。芦田愛菜さんはね、あのね、ちっちゃい、めっちゃ本当にちっちゃい時はよく言ってもらってたんだけど、今は
誰に似てるってあんまり言われなくなっちゃって、そうなんかだから全然言われなくなっちゃったんだよね。そう前はね言ってもらってたんだけど、今は多分成長とともに顔が変わってるから、最近は本当に誰に似てるって言われたことがほぼない。そうそうなんよね。なんか見つけたいなって思う似てる人。あでも雰囲気がちょっと似てるねとかはあるかもしれない。あるあるある。ちょっと誰かないのかなっていつも思うんだけど。成長の方向性が違う。芦田愛菜さんめっちゃ今すごい綺麗だよね。昔は可愛いってイメージだったけど今は綺麗ってイメージがある。そう。オリジナル。オリジナル。ちょっと見つけたらまた。いるはずだよ。似てるって言われてるし。いやでもさ、自分がいつも見てる人とかに似てる、なんか似てるって言ってもらってたら、そう嬉しい。本当に誰か似てると思った子いたけど誰思い出せ急には思い出せんよね。パッとしかなんかいたら教えてよ思い出したらか。ももちゃんに似てる関連の話で胸に1回レベルで恥ずかしいことがあったね教えて。今まで言われたことないんです。なんかねちょくちょくはね、誰だったっけな、覚えてない。なんかねたまにこの子に似てるねって言われる人が全員違うのよ私。なんかそのこの子だけみたいな子がいなくて、あの子に似てるね、あこの子別の子とかめっちゃ本当に定まらないの。もうのめさん言われたことないね。ないね。定まらない本当に。そう本当にみんなに言われる子全員違う子言われる。友達とかなんか普通にみんなに。だから誰を言われるって言われたら誰だろう、誰だろうって。あそれ動物なら本当に多分身長がちっちゃいからウサギとかハムスターとかリスとかそっち系の小動物系をはいつも言われるんだけど、なんかそれぞれ違う子を言われるからわかんない。もう誰に似てるかわかんないよ。でもいるんだろうけど絶対見つけてないだけで。配信でも日によってにしょそう違う。そう配信でもねちょっと髪巻く日とかもうアイドルっぽい髪型する日とかいろいろあると思うから、なんとなくそう本当に小動物は絶対一緒ない。もうリスかハムスターかウサギなんですけどそうお姉ちゃんもちょっと違う。お姉ちゃんねでもね実際会ったらやっぱ雰囲気似てるねとは言われるけど、そうやっぱでも姉妹感はあるらしいね自分たちから見て。もうねわかんないけどでもみんなからまあまあ似てる。ほんと性格はね本当に真逆です。のりさくさん？どうなんだろう。似てるって言われたことあるかな。姉妹感ね、姉妹感ある。そう性格は違うけど姉妹感。これ山内すずさんだってる。この方何回か言われたことある。綺麗な方だよね。嬉しい。合ってる読み方合ってる。インフルエンサーさんしてる方よね。
ね、並ぶと分かるよね、姉妹感があるよね。そうだから、でもなんか特定して誰かに似てるって言われたことはね、ほんまにないんよ。そう、さとみさん、いやいや、あんなお綺麗じゃないですわよ私。ほんとね、嬉しい。そんな上村ひなさん、私好き、めっちゃありがとうございます。全然そんなことないよ、もうほんとに。いつかはね、大人の女性にならなくては。ママが好き、ママが好き、唯一無二って感じだから、誰かに似てるって思ったことない。本当？でもそれはそれで嬉しいよね。そう、じゃあももちゃんオリジナルで、ももオリジナル。小さな子にあれでしょ、重くいでしょ、それ二十歳になると急に大人になってしまう。ならんよ絶対。なると思う、だって。ほんとにね、あのね、ほんとにずっと性格もこんなんだと思うし、なんかずっとこのままなんだろうなって思う。そりゃ見た目とかは大人になるかもしれないけど、もう中身とか多分このまま進んでいくんだと思う私。なるかもよ、ほんと？なるかもしれない。かわいいおばあちゃん、そう、もうかわいいおばあちゃんになることが目標なの。そう、私ね、あのね、もうひばあちゃんいるんですけど、ひばあちゃんがすんごいかわいいの、もうすごいかわいいんですよ。だから私もひばあちゃんみたいなかわいいおばあちゃんになりたい。そう、私の将来の目標は本当に可愛いおばあちゃんになること。最近ずいぶん大人っぽい。本当に嬉しい。なんか将来なんかもうずっと口角が上がってる可愛いおばあちゃんになりたくてって感じで、ずっと道を歩いとく。顔、でもどんな感じになるやろうね、おばあちゃんになったら。でもなんか優しい顔のおばあちゃんになりたい、本当に。っていうか優しい、もちろん優しいおばあちゃんになりたいし、うん、孫にいっぱいお菓子買ってあげるよ、もちろん。よしよしって、うん、たくさんありがとう、すごい、めっちゃ近づいた、ありがとうございます。ももばあちゃん想像できない？こんな感じよ。孫とお菓子取り、どんだけお菓子好きな、その年も。ハーフツイするおばあちゃん。ハーフチュイン。いや、本当にその目標は叶えたいです、絶対。可愛いおばあちゃんになる、絶対。プサン大好き、ありがとう、大好き、チョコありがとう。読むね。10歳の大門さん、大さんありがとう。ジニーの高木さんありがとう。おもちゃんに会えるイベント増えること願ってるよ。うん、頑張るからね、いっぱい言うね、ありがとう。11位のドラガンさんありがとう。スタッフさんにお願いしてくれる気持ち嬉しいよ、よかった、ありがとう。10位のミミンさんありがとう。ケイの石コックくんありがとう。うちのとしさんありがとう。もう方ずっと新しい作中よかった、載せてくれてたよね、めっちゃ広かった、すごい、私も行きたい。7位の福ちゃんありがとう。ファミ2回実現しますようにね、会いましょう、本当に会いたい、頑張る、もう言うわいっぱい。6位のメガバイトちゃんありがとう。おもちゃん大好き、ありがとう。5位のエイトさんありがとう。4位のプさんありがとう。
いつも可愛い配信ありがとう。こちらこそいつも見に来てくれてありがとう。3位のたーちゃんありがとう。2位のたつさんありがとう。エプロン姿のもに惚れ直しました。元から目覚めありがとう。ありがとう、来てくれてありがとう。1位のコーチさんありがとう。ももにお菓子食べてほしい。ありがとう、配信ありがとう。いっぱい協力してくれてありがとう。お礼絶対するからね、待っててね。ありがとうございました。ファミ楽し、開催楽しみします。頑張ります。本当にみんなと会いたいから。おやすみ。あ思い出しちゃった。明日月曜日、あでも休みか明日。うわいやー、あじゃあ明日言えばいい明日、じゃあ明日言いますあ仕事、あら仕事の人頑張って。明日祝日だったね。あ仕事、仕事の方がいる、頑張れ